ちは、ドラゴンワローロビステクソドーブリさんドラゴンワロです。ぜひとも登録、高評価コメントよろしくお願いします。ということで、本日もイトエル2025モールやっていきたいと思うんですけども、今回の動画はサムネタイトルを見ていただけたらお通りこちら、はい、新登場ブースターEPIC、パトリック・ビューラー初使用やっていきたいと思います。夢に見た瞬間、はい、ということで、ついに、イフとウィールアプリ歴合計で8年目の私ドラゴンウォロービエラ初使用させていただきたいと思います。はい、ガチャ動画の中でも言っていたんですが、私ドラゴンウォロー実は8年目にもかかわらずビエラをですねまともに使ったことがなかったんですよ。というのもね、もうずっと7年ぐらいかな、もう7年6ヶ月ぐらいはもう無課金でやってきていましたので、もう本当にねビエラを獲得する機会というのはなかったんですよ。ただね、ウイイレの最後の方かな、もうイーフトに変わるっていう直前のところでね、ボックスドローのレジェンドガチャが来まして、その時にレジェンドのビエラ、アイコニックではないんですけども、レジェンドのビエラを獲得して最後の方はちょっと遊んでいました。まあ、ただね、その後、ユーフトとかもね、引き継ぎのビエラとか使っていたんですけども、もう環境最前線に立っているビエラをね、使ったことはなかったと、ただ育成してみ思いました。こんなのみんな使ってんの？こんな能力の使ってるんですか皆さん。やばくない？もうバグるんじゃない感覚。無課金で遊んだことないでしょ。無課金ってね、こんな強い選手普通に獲得できないから、ビエラって普通じゃないからねみんな。ということで早速ね、ビエラの能力見ていきましょう。いや、マジか、ブレスター変更入ってるよ。安価になってますよ、まず。いや、もうこの時代はめちゃめちゃ熱いのに、まず足元能力が全部80にいってると。ほぼ。これ無ぶりだからね。無ぶりでなんか全部80近くいくの、本当になんか、良くないと思いますね。で、しかもディフェンスセンス全部90いくと上から。ディフェンス能力上から90全部いってるんだよね。いや、やばいよな、これ。本当に。もう意味わかんないもん、俺からしたら。で、スビジュンもしっかり89、90いってて、フィジコンも90乗ってると。で、スタミナもほぼ100近く、98までいっちゃってますよ。マジっすか？しかも逆精度も高いのよ。いや、もうこれさ、パス能力も苦戦度も、一人で完結できちゃうじゃんね。いや、本当にビエラえげつないですね。もうブースターまでね、この後つけていくんですけども、スキルの方もヘッダー、ワンタッチブス、バックスピンロブ、アウトピンキック、インナーゼロブロッカー、やると、もう何もかも持ってる。何もかも持ってるのよ。いや、もうこんな、普通にビエラ普通にみんな使ってんのもし、感覚バグるっしょ。ということで、こちらのビエラ、僭越ながら8年目にして初使用させていただきたいと思います。はい、ということで続きまして、ビエラのブースタークラフトをやっていきたいと思います。でも最近ね、俺結構狙いのブースター引けてんだよね。いや、めちゃめちゃガチャウィンで、ここで。まあ狙うはやっぱシャットダウンついてるってことを考えると、まあデュエルとかかな。いや、スピード上げたいもんね。じゃあデュエル狙っていきたいと思います。ディフェンスも上げたいんでね、ここでデュエルをぶちかましていきましょう。ディフェンスもういいでしょう。ディフェンスってことはディフェンス上がるもんね。ディフェンス上がるんじゃない？ディフェンスうわ、上がってる。ガッチってこれさ、負けなくない？いや、もう負けねえだろこれ。ということで、もうえげつないビエラ完成いたしましたので、こちらのビエラ初メイン仕様、アンリミテッドのイベントが来てますので、3連戦、3連勝、もう無敗継続やっていきたいと思います。ぜひ最後のご視聴よろしくお願いします。ではレッツー、ビエラこそが、真の守護神。はい、ということで試合マッチングできましたので、コンディションの方から確認していきたいと思います。ビエラは好調、OK、そしてミッキーとグバルディオ絶好調で、ベンチャーとスバサブデルビルが絶好調。じゃあこのまま行きましょうか。いや、でもね、みんなビエラの所持率高すぎて感覚バグってるかもしんないけど、普通にぶっ壊る選手だからね。なんか最近さ、もう、ボックスドローになったじゃん、すべてのガチャが。だからもうね、まあ、めちゃめちゃ環境系に強い選手ってのはみんな持ってるような環境になっちゃってるけど、普通にぶっ壊る選手で持ってるのおかしいから、本当にね、もう自分からしたらビエラ初使用なんで、マジで。環境最前線のビエラは初使用なんでね、もう興奮が収まりません。やっていきましょう。オッケー、ここベリンガムに対するとして、じゃあ縦入れてのベイルから縦、オッケー、それしここから繋がっていく。じゃあビニー出して、ここパス交換して、オッケー、それしで、もう一回縦出して、ここからスルーパス。いや、通るか、オッケー、それし通ったから、ここ一回グッキー、キックベイトして中入れて、ビニー、ここ交換して、オッケー、決まっていく。1試合目、まず初得点はビニーと、オッケー、ミッキー奪っていく。すらしい。じゃあ縦入れてのビニーから、ここ、オッケー、デルベル出して、デルベルからサラツを繋いで、オッケー、フィーバー上がってくる。素晴らしい。で、充電が 20% になってしまったんですけども、中しっかり折り返して、サラが今回ね、決めていく。素晴らしい。スパサブ、サラとデルベルを関与しながら、最後はしっかりサラが決めていくと、誰の目にしよう。いや、マジで。ちょっと待って。ビエラ一回もボール触ってなくない？いや、なんかさ、アンカーってこんな感じなの？めっちゃ後ろにいんだけど、もう全然なんかボールも奪いに行かないし、なんかもっとビエラってさ、もう正直今まで使ってなかった身からしたらさ、もうなんかめっちゃボール奪いに来て、もうめんどくさい、こいつどこ行くねんっていう感じ。おお、パスミスしちゃった。ファーストプレーなのに今ので、なんか入れておけ。ビエラここボールってドリブルもいつでかビエラに取れていく。あいつのビエラも今日のビエラなんで、俺と同じビエラなんだけど、なんかあれなんか全然こんな前に出てこないんだろ俺。いやでもディフェンシブとか別になんかラインダウンつけてるわけじゃないのに、なんかアンカーがね気をなんか、おいちょっと待って、ビエラに決められてるよ。おいビエラのミスから相手のビエラに決められてるよ。いやマジさ、ウイレの時さ、なんかビエラって3列目からの飛び出しって巷で言われるぐらいさ、めちゃめちゃ飛び出してきてさ、ゴール奪ってきてたよ。俺のビエラなんか全然前にも出てこないし、でなんかボール触ったら奪われるし、ちょっとなんかオッケー、ここビエラ奪っていく。素晴らしい。初めてだね。ボールちゃんと奪いました。で、パスもしっかり繋いでいくと。じゃあもうここから一回もうビエラの見せ場作ろう。で、ビエラから決定パス入れて、おお、繋がる。待って、俺足元能力見たいわけじゃないんだけどな、ビエラの。ボール奪うとこ見たいんだけど、なんか思ったのとちょっと違うね。まあね、もっと攻め込んできてくれる相手の方がいいのかもしれないですね。オッケー、ここ、チョナサン・デイビッドからビエラ奪っていく。最新で、ここ奪われるんかよ。お前ちょっとね、まずい。嘘ちょっと待って。ビエラ先輩よ。普通に先輩かもしてるんですけど、ちょっと待って。ビエラお前、ちょっと待ってよ。おい、お前さ、初出場でやらかしてるよ。何してんの、ビエラ。待って、俺が憧れてたビエラ、こんなんじゃないんですけど。なんか俺がさ、知ってるビエラって、もうピッチ縦横無尽に駆け巡って、もうインフトは俺だと、ビエラだと、もうそれを言わんばかりの活躍なはずなんですけど、全然前にも出てこないし、なんか後ろで奪ったらそのまま奪われて、ゴール決められちゃって、先般かましちゃってるよ。どういうことよ、これ、本当に。オッケー、前線からバルベルで奪っていく。素晴らしいということで、ここで降下して、バルベルでお前か、やっぱお前スタメンからさ、ビエラ初メイン仕様で外しちゃって、今回途中出場の多め不起用になっちゃったけども、結局お前なんかということで、なんとビエラの代わりに外したバルベルデが決勝点で、見事勝利と。まあ、3対2。まあ、確かにビエラがね、加入して負けてはない、まだ1試合目。まあ、だちょっとこんな喜んでるけど、お前のせいで2点取られたからな。うん。まあ、じゃあとりあえずあと2回やってみましょうか。はい、ということで、2試合目ですね、お相手さんめちゃめちゃ強いの。そして、ビエラとバルベルデ合体しちゃっているの。で、エーゼとかメッシとその中じゃ、ベンチもめちゃめちゃ強いですね。で、チームパパ自分よりもちょっと上かな。で、ビエラ今回使用していきます。ちょっとね、バルベルデやっぱ強いんで、右サイドハーフで起用していきたいと思います。やっていきましょう。うわ、それまずいわ。ちょっと待って、これまずい。頼む、ここビエラ戻ってきてくんねえのかな。頼む、ビエラオッケー、ビエラここ拾って、オッケー、ちょっとね、ここ縦、オッケー、パスうまい。やば、ビエラパスうめえじゃん、お前めちゃめちゃ。なんか足元能力上げた方がいいんじゃねえかってレベルでめちゃくちゃ足元が光ってるね。で、縦、オッケー、抜けた。さすがカカ、この抜け出しはカカすぎるということで、ビエラが奪ってからね、しっかりビルドアップ、ビエラから始まって最後はカカが決めきると。いや、初めてじゃない？ちゃんと活躍してくれました。ということで、ここで先制1対0。はい、ということで、ここで試合終了。まあ、確かに2連勝だわ。アンリミテッドの、お、ビエラめちゃめちゃ喜んでる。めっちゃ喜んでるけどな。お前そんな、まあ、確かに、まあ、今回は活躍したけども。でもなんか思ったよりだな。なんか全然、なんか俺が思ってるビエラとは別選手。なんなんだろうこれもうセンターバックやん、ほぼ。センターバックなんか5バックでもうボランチなんもなくして、もう 5-5 だよ。フォーメーション 5-5 でやってるイメージなんですけど、そのレベルでね、中盤がいなくなっちゃうんでね、なんかビエラもうちょっと前に出てきてほしいんですけども、ちょっと引きこもりニートになっちゃってるんで、まあでもね、まだ3試合目ありますんで、この評価は妥当だから、ちょっと巻き返してもらいましょう。はい、ということで3試合目でございます。まあ、実際アンリミテッド2連勝ビエラを入れてできてるから、悪くはないとは思うんだけど、まあ、そうね、このビッグタイムビエラとかさ、最近のビエラの方が前に出てくるイメージはあるんですよね。ということでやっていきましょう。いや、ダービッツ、ここもいんのか。いや、でもやっぱこんな風にさ、ボックスの方がいいような、こんな守備能力あるんだったら、でもビエラにずっとじゃあかさらせてみよう。ちょっとアンカーにすると、もうもう引きこもっちゃうんで、後ろのラインダウンしてもう勝手に。で、ここでビエラ頼む。オッケー、奪っていく。でもカーサラってもう普通なんか、ボールが、ビエラの近くに来たら確かに理不尽には奪ってくれるね。ただ、このビエラは陰キャです。あ、もう確実にクソ陰キャです。マジで後ろに下がってく。で、オッケー、立って入れて、オッケー、損から。あ、またこれむずい。あー、むずいな。ちょっと今のはパスコースなかったら。オッケー、ビエラにカーサラ合わせたいけども、ビエラまた引っ込んじゃった。もう本当に陰キャすぎるな。もう少しね、なんかもう心開いてくれてもいいと思うんだけど、なんかトラウマあったんかな、前のエピック時代に多分あったんだと思います。まだそんなね、問題児にもね、なれなかった。こんなね、殻に閉じこもってしまったんですけども、OK、ビニがしっかりここで決めて、ビエラに心の余裕を与えて、もっと自分を出していいんだよと、お前自我持っていいんだよという風に、ビエラに押し込んでいきたいと思います。はい、ということで、後半開始していきたいと思います。依然として陰キャのままです。全然引きこもり解消できてません。OK、ビエラここ、OK、引きこもりの代わりも奪っていく。やっぱ足元上手いっすね。パス能力がめちゃめちゃ高く感じる。なんかもっと90ぐらいあるんじゃないかな。ほんで、パスの成功率はなんか最初の1試合目のなんか変なルール、OK、おー、奪っていこう。ビエラだ。今のビエラだったね。なんか、今ビエラだったよね。今のパスカットめっちゃビエラだった。いや、嬉しい。ちょっとね、ビエラお前、ちょっとなんか治ってきたんじゃない？なんか回復してきたでしょ？オッケー、縦入れて、ピーコから、オッケー、マイナス入れて、カカが決めきることはできないけども、いや、めちゃめちゃ嬉しかったですね。で、ビエラここにいるけども、待って、ビエラ、頼む、カーサル合わせといて、ビエラ、オッケー、ビエラだビエラはじめましてビエラ3試合目にて、ようやく解放されました。はい、過去の自分からね、もう解放されまして、もう自分の自我を持っていいんだよと、もう自分言い続けてきました、この2試合。オッケー、ビエラだ。ビエラ、こんにちは、はじめまして。いや、マジで。もっと来い、もっといいよ、ビエラ来て。もっとビエラ来て。今ってめちゃめちゃ急に出てきた。でもお前、なんかもうちょっとなんか恥ずかしがってるよね、まだね。まだそんな上がってこないね。やっぱさすがに、もうアンカーっていうね、もう正直そんな後遺症は外りきれませんから。いや、ちょっと待って。めちゃめちゃいいじゃん、急に。ただやっぱでも後ろに攻め込まれないとちょっときついね。やっぱビエラ、引きこもりはかん。まあいいでしょう。オッケー、じゃあしっかりパス交換して、オッケー、ビエラに渡して、ビエラパスうまい。やっぱ引きこもりになったおかげでね、スキルはめちゃめちゃ身につきましたね。はい。ゲームをやり込んだおかげで多分家の中で、めちゃめちゃパス能力がうまくありました。で、ここ、オッケー、抜け出して、オッケー、ベリングム、ドカンとって、うわー、無理か、こぼれたわ、オッケー、無理か惜しい。はい、ということで、3試合目の勝利など、イベント、ビエラ初使用のこの3試合で3連勝でございますね。いや、これは確かに、すごいな。めちゃめちゃすごいとは思う。ただ、なんか俺が思ってたビエラは、まあ、実際3試合目ね、見れなかったんじゃねえかなと思う。ただ評価で、3試合目もね、7.0 でめちゃめちゃ良かったですし、めちゃめちゃ良かったんだけど、お前何があった